新潟県立柏崎高等学校は新潟県柏崎市に所在する県立高等学校文部科学省スーパーサイエンスハイスクール実践私抵校。1900年に新潟県立高田中学校柏崎文校として開校した公立の高等学校学校周辺地域での通称は柏高柏崎市内の高等学校の中では 進学率が高い。生徒心得は存在するが、制服はなく、私服で通学できる高等学校である。2007年度に理数系大学、学部を目指す理数コースが一学級設置された。理数コースは、新潟県内の医師不足解消を目標に、国公立大学医学部受験で必要な理数科目に重点を置いたカリキュラムとなっていたが、 募集は2017年度を最後に停止された。学校周辺は柏崎市の中心部で日本海が間近に広がっている。学校周辺には市役所、市営陸上競技場等があり、道路を挟んで新潟県立柏崎工業高等学校が隣接している。本校のグラウンドはかつて野球場としても使用されていた。 高校野球予選の新潟大会等が開催されたことがあり、また1950年には読売ジャイアンツ対太陽ホエールズの公式戦が行われたこともある。現在も野球場として使われた当時のスタンドの一部がグラウンド内に残存している。なお、2003年3月には野球部が21世紀枠で選抜に出場した。能動的な学習を進め、 論理的思考力と個性的想像力に富む人間を育成する。伝統を追う団体の一員として、また平和な国家社会の形成者として、責任を自覚しつつ、自己実現の努力を惜しまない、品位の高い人間を育成する。体育スポーツに親しみ、積極的に体力の充実を図り、自信を持って学校生活を送ることのできる気迫ある人間を育成する。 知・徳、体及び知・上、位のバランスの取れた全人教育を重くさす生徒の進路希望実現のため全教職員が教育公務員として最大限の努力をしていく生徒が学校へ帰属感を持ちながら他人の心の痛みを分かることのできる真の教養ある人間の育成を目指す高い学力を十分身につけ自分の将来を自ら切り開くことのできるたくましい 人間の育成を目指す、規範意識を持ち、心身もに健康で、将来社会にとって優位な人間の育成を目指す、生徒の進路実現のため、根気強く進路指導、学習指導のできる、教師愛情と、厳しさを兼ね備え、適切な生徒指導のできる、教師全体の奉仕者としての意識を持ち、自らも絶えず研さんに励む教師。ありがとうございます。